大きい図書館にも置いてないか。あれ？イメリアだ。こんなところで何してるの？ガーナ。実は未成年で終身刑になった囚人を調べたくて。こんばんナメック星、ミステリー案内人です。あら？やあやあ、予算持ってる金全部行くしね。誰か助けてくれ。オンラインさん、ナイスタイミング。まったくもう、何をしてるんですか、骸骨くん。覚えてるわ。まったく、最近闇の世界の治安が悪くなってきてますね。まさか子供に脅されるとは思わなかったぜ。ああ、怖かった。ナイフで脅されちゃ子供でもかなわねえ。それでは、今日は子供、未成年ながらに終身刑となった凶悪な事件を3つご紹介しましょう。未成年で終身刑なんてことがあるのか、日本じゃ聞いたことがないぜ。そうなんです。一体なぜそうなってしまったんでしょうね。それではどうぞ。へえ、ガーナってこんな難しい本読むんだね。まあね、爆弾を作るためにも知識は大切だから。正直なんか意外。でも見直しちゃったわ。意外なのか？あ、そうだ。私、未成年で終身刑を言い渡された事件についても知ってるよ。ほんと？アルカラム一族は知識にはとにかくうるさいからね。イメリアは友達だし、特別に教えてあげる。ちなみに、終身刑になった最年少の子供は3歳だよ。3歳で人を始末したってこと？って、何これ？ VR だにゃ。リアルで体験できた方が面白いでしょ。アルカラム一族って一体。それじゃあ行くよ。エリック・マーガレット・スミス。彼の名前はエリック・マーガレット・スミス。当時はまだ13歳だよ。でもね、主文、被告人を最低9年の間仮釈放のない終身刑とする。え、13歳ってことは中学1年生で？そうなの。エリックはね、13歳以下では全米でも最も重たい判決を言い渡された人物なんだよ。そんな、一体彼はどんな罪を犯したの？エリックは1980年1月22日、アメリカ・ニューヨーク州で誕生したの。うやぁ！うわぁ！まあ、かわいい。名前はエリックにしましょう。でも、彼の視力は生まれた時から極端に悪くてね、分厚いレンズのメガネをつけていた上に、耳は突き立て、赤毛にそばかすもあったんだって。なるほど。見た目が少し変わっていたから、それを理由にいじめられてたのね。ひゃーやーい、変な見た目、お前とは遊んでやんね。あっち行け。お化けのお友達とでも遊んでな。悔しい。なんだ、やるか。お前なんかこうしてやる。視力も弱いし、喧嘩で勝てそうにないわね。そうなんだよ。だからやられっぱなしで、ずいぶん悔しい思いをしたと思う。子供って時に残酷なものね。大人同士なら一発アウトのことも、子供同士なら喧嘩ってことで済んじゃうもの。そうだね。正直、エリックの小さい頃の環境に対して同情する人も多いと思う。でもね、彼はそのストレスを信じられない方法で発散してしまったの。1993年8月2日。事件が起きたのはニューヨーク州シュトイベン郡にある公園。エリックはこの時13歳だったんだけど、まだ4歳だった少年に声をかけて、人通りの少ないところへ誘い出したの。この先にとっても楽しいことがあるんだ。どんな素敵なことがあるんだろう。なんてな。何するの？なるほど、これは最低ね。信じられないわ。うん、エリックは人に見つからない場所で子供の首を絞めて命を奪った後、大きな岩を頭に落として顔を潰したの。被害者が誰かわからないようにするためだね。なんてずる賢いの、許せないわ。しかも被害者の子供に性的暴行までしてるんだにゃ。なんですって？
その後すぐに遺体は発見されたんだけど、事件を見ていた人は誰もいなかった。だから少年のお葬式までに犯人を捕まえることができなかったんだって。残された家族の気持ちを考えると辛いわね。でもね、お葬式が終わってからたったの2日後、あっさり犯人が見つかっちゃうんだ。君がスミス君だね。児童殺害事件に関して聞きたいことがある。僕がやりました。嘘でしょ。どうしてこんなにあっさり認めてしまったのかしら。理由はわからないけど、結局エリックは翌年の1994年に終身刑の判決が下されたってわけ。13歳だし逃げられないと思ったのかもしれないわね。うん。でもね、エリックは刑務所内で遺族に対してこんな手紙を送ってるんだよ。手紙ですって？僕のやったことがあなたたち家族に損失を与えたことは知っています。そのことは本当に残念です。もし彼が生きていれば、今後の人生本当にたくさんのことを経験したでしょう。もし叶うのなら、僕と彼の命を交換したい。彼の苦しみを僕が体験するとしてもです。けれど僕はそれができないことを知っています。そんな手紙送られても怒りが増すだけじゃない。13歳で終身刑になったとしても同情できるもんじゃないわね。そうだね。こうしてエリックはニューヨーク州で一番脱獄の難しいクリントン刑務所送りにされたんだよ。今度お兄ちゃんに挑戦してもらいたいな。師匠なら本当に生きかねないね。でもエリックは9年後、22歳になれば仮釈放の権利が手に入るわけよね。その後はどうなったのよ。2002年から5回にわたって申請をしたけど、すべて却下されちゃったみたい。その後の情報はわからないにゃー。でもストレスが原因で弱者をいたぶる人間なんて、仮釈放するべきじゃないわよね。そうだね。じゃあ2人目を紹介するよ。アリッサ・ブスタマンテ。2人目の囚人はアリッサ・ブスタマンテ。あの子もまだ15歳の少女なんだけどね。判決を言い渡す。主文を仮釈放のある終身刑とする。9歳の少女の首を絞めて命を奪った罪で終身刑を言い渡されているの。なるほど。これはまた闇が深そうね。アリッサは1994年1月28日、アメリカ・カリフォルニア州で誕生。でもね。いいから、おとなしくしてな。何？いきなりアリッサを殴ったわよ。両親は薬物中毒者で、パパは何度も自殺未遂を繰り返してる。しかも暴行の罪で捕まってしまって。それからアリッサは両親に捨てられて祖父母に育てられたんだって。パパ、ママ、もうやめて、やめてよ。最悪なパパとママだったってことか。かわいそうに。うん。でもね、そんなアリッサもなぜか両親と同じようなことをするようになるの。入るわよ。誰か来て。13歳になる頃には自傷行為は何百回もしていたし、頭痛薬を大量に飲み込んで本当に死にかけたこともあるんだって。それだけ精神的に不安定だったってことでしょ。治療は受けてたのかしら。うん、精神病院に通って入院したこともあったみたいだよ。でもね、それでもアリッサは落ち込むたびに薬に頼っていた。そしてある時から彼女は2つの墓を掘ることが日課になっていたの。墓を掘る？しかも2つ？なんで2つも？って、ねえ、お姉ちゃん、そんなところで何してるの？うるさい！話しかけんな！ガーナ、これってひょっとして。アリッサはね、逮捕された後に2つの墓を掘り始めたきっかけは、アリッサの弟二人を埋めるためだったって話してるんだ。弟を埋めるって、それはさすがにアリッサが狂っちゃったんじゃないの？ううん。だってアリッサはかなり前から電流の流れるフェンスに弟を押し付けたり、日常的な DV を楽しんでいたって言うからね。そんな、でも待って、
実際に被害に遭ったのは少女なんでしょ？うん、何の罪もない隣人に住む9歳の女の子だった。アリッサはずっと前から決めていた少女を山の中へ連れ出して首を絞めて殺した。そしてアリッサはそれだけでは止まらなかった。もう死んでいる少女の胸や喉、合計8箇所を切り裂いて墓に埋めて、そのまま教会へと向かったんだって。殺しをしてすぐに教会って、何から何まで理解できないわね。その頃少女が夜になっても戻らないから、家族が警察に通報してね、 GPS を頼りに捜索が始まったの。なるほど。でも山の中だし、この雨じゃ。そうなんだよ、少女は見つけられなかった。そもそも遺体はアリッサがお墓に埋めてるわけだしね。じゃあ一体どうやって犯人を見つけたの？アリッサは少女のすぐ近くに住んでいた。当然話を聞きに警察が来るでしょ。そうか、目撃証言とか集めるものね。でも警察もこの時点でアリッサを疑っていたわけじゃないみたい。次はアリッサ・ブスマンテか。15歳だけど一応当たってみよう。うん、私がやった。そんな、なんてことだ。こうして思っていたよりもあっさりと事件は解決したんだよ。そしてその後の取り調べでアリッサの狂気が暴かれていくの。狂気ってどういうこと？例えば犯行動機について聞かれると、人を始末するときどんな感じがするのか知りたかったと答えた上に。それでどんな感じだったんだ？最高に楽しかったって言い放ったんだよ。やばいよね。確かに世に出しちゃいけない子供ね。うん、裁判ではアリッサの日記が重要な証拠になった。そこにもアリッサが殺人後にどれだけ興奮したかが書いてあってね。それが裁判の行方を握る重要な証拠になったんだ。そんな恐ろしい日記が。人殺しをして日記を書いて平然と生活するなんて、まさにシリアルキラーって感じね。そうだね。裁判官も当時15歳だったアリッサに対して、未成年だが大人として裁かせてもらうと言ったんだよ。それは確かに仮釈放付きの終身刑も納得だわ。不運な生い立ちや精神を病んでいることについてはどうなったの？もちろん弁護士はかばってたけど、全部却下されてた。まあ自分の YouTube チャンネルで趣味は人間をカットすることって言ってたくらいだからね。うわ、視聴者はみんな冗談だと思ったでしょうね。普通はちょっとこじらせた年頃の少女くらいにしか思わないよね。でもだからこそ未成年の心の闇を軽く扱ってはいけないってことだね。確かに、そもそも家庭環境が良くない子供はもっと早くに救われるべきよね。本当だね。じゃ、最後に3人目を紹介するよ。アーロン・キャンベル。最後の囚人、アーロン・キャンベルは当時16歳ながらに最低27年の間、仮釈放がない終身刑を言い渡された殺人犯だよ。最低27年って、今までの中で一番重たいじゃない。一体どんな事件を起こしたの？事件が起きたのは2018年7月2日。朝6時過ぎ。おい、そっちにマクフェイルはいるか？いいえ、いないわよ。おいおい、こっちにもいないんだぞ。大変。当時まだ6歳であった少女がイギリス・スコットランドのビュート島ロスシー近くにある祖父母の自宅で突然姿をくらませたの。それでね。そんな。行方不明になってから約2時間半後、島中の住人で捜索した結果、ホテルの敷地内にある林で遺体となって発見されたの。あの様子だと性的暴行もされてそうね。うん、遺体からは計117箇所の傷があって、中には強姦による傷もあった。死因は顔や首に強い力がかかったことだって。たった6歳で怖かったでしょうね。本当にやりきれないわ。それでアーロンはどうして捕まったのかしら？
それがなんと、アーロンのお母さんが事件発生から2日後に警察へ訪れたからなの。何かご用ですか？2日前に起こった少女を残酷な目に遭わせて殺したあの事件、私の息子が犯人かもしれません。なんだって？自宅の隠しカメラに事件当日息子が外出する姿が映っていたんです。もし可能なら調べてみてください。わかりました。すぐに調べます。それで実際に調べてみたら、他の監視カメラにアーロンが何かを抱えて歩いている姿が映り込んでいて、一発で逮捕。少女の遺体に残された DNA とも一致、アーロンの犯行が決定的となったのよ。なるほど。でも一体どうしてアーロンは少女を連れ出せたのかしら？それがね、アーロンは以前少女のパパから大麻を購入してたんだって。なんですって？それでね、事件当日友人と朝までパーティーを楽しんだアーロンはその後一人で少女のパパに連絡したの。どうせ薬を追加で買いたいとかそんなことだろうけど。どこまでもクズ人間ね。でも返事がなくて、それで。おい、誰もいないのか？って、お、あーよこいつはいいぜ。偶然娘さんを見つけてってことね。でもお母さんもすごいわよね。普通防犯カメラに映っただけで自分の息子が犯人だなんて思うかしら？両親は以前からアーロンに対して悩んでいたみたいだよ。アーロンのパパは友達に、息子には優しさがない、自分以外の人間に何の感情もないんだって相談してたくらいだもん。今までの子供たちは家庭環境に問題があったように思うけど、アーロンは違うのね。どうしてこんな風になってしまったのかしら？それは誰にもわからない。でもアーロンは事件前からプールで女の子を溺れさせようとしたり、10代の少女に性的暴行を犯してるから、そりゃ親ももしかしてって思うわね。何にせよ警察に出向いたお母さんの気持ちを考えるとやるせないわ。それに実際裁判でもこんなことを言われてるよ。彼は徹底的に人間としての共感性に欠けています。野に放てば今度はもっと最悪の連続殺人犯になるでしょう。刺激なしではいられない、アドレナリン中毒者ですよ。彼は殺人の様子を語った際にこう言いました。僕が彼女に会った時考えたのは始末することだけだったと。更生の余地はないかと。よし、では判決を言い渡す。主文を27年間は仮釈放のない終身刑とする。君は邪悪にして冷酷、さらには無責任で後悔も反省もしていない。この裁判所の歴史の中でも最も凶悪な犯罪だ。ふん。裁判所の判決も納得よ。彼はどこかで人間の心を失ってしまったに違いないわ。でもそんな彼も43歳になれば仮釈放のチャンスがあるんでしょ？納得できないわね。前科もあるし、きっと申請しても却下されると思うけどね。そうなることを願ってるわ。それで終身刑を言い渡された3歳の話は何だったの？えへへ、実はその事件は人違いだったの。人違い？どうすればそんな間違いが？2014年にエジプトで反政府デモに絡む殺人事件として115人に終身刑判決が出たんだけど、その中には事件当時1歳4ヶ月だった3歳の少年もいたんだって。1歳4ヶ月？それは国民も黙ってなかったでしょう。結局世界中で大批判が起こってね、今で言う大炎上ってやつ。軍事裁判所も人違いだと認めたみたい。子供のパパが一度身代わりで逮捕されたり、大変だったみたいだよ。ある意味一番怖い話だった。その3歳の子供がいい子に育ってくれることを願うばかりね。でもありがとうガーナ、おかげで助かったわ。お友達には優しくしないとね。そういえばなんで未成年で終身刑になった事件なんて調べてたの？ああ、実はね。
へえ、一生刑務所から出てこられない子供って意外といるんだ。でもこうして話を聞いてると、みんな子供の頃辛い経験をしていたってことだな。生まれ持っての性質やすさんだ家庭環境など背景は異なりますが、事件の残虐性や繰り返し悪いことをすると判断されると、やはり子供でも終身刑判決が出るのかもしれませんね。なるほどな。それにしてもイメリアはなんであんな事件を調べてたんだ？それはこの後のおまけでご紹介します。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それじゃあまた次の動画で会おうぜ。バイバイキーン。でもなんで未成年で終身刑になった事件なんて調べてたの？いじめが原因で死んだ娘の同級生に報復したい両親から依頼があって、終身刑に該当しそうなら刑務所に突き出して、そうじゃなかったら私に始末してほしいんだって。なんだ、そういうことだったんだ。殺し屋あるあるだね。私は復讐屋だけどね。でも終身刑にはさすがに該当しなさそうだから、サクッと始末してくる。終わったらお礼にソフトクリームでも食べに行かない？いいの？やった！それじゃあおとなしく待ってるにゃ。よし、それじゃあ行ってくるね。